さんこんにちは。本日は放送を楽しみにしている皆さんのためにキャストとスタッフが新谷オートマタの魅力をご紹介していければと思います。私進行役を務めますポット1号さん役秋山かおるです。よろしくお願いします。はい、そして CD 役の石川由依です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。南越役の花井夏樹です。よろしくお願いします。はい、ゲームのプロデューサーをしておりますスクエアニックスの斉藤です。よろしくお願いいたします。監督の増山亮司ではなくアニメーションプロデューサーの藤井と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、そうそうたるメンバーが集まりましたが、ゲームからアニメまでニーヤオートマタの世界を語っていきたいと思います。番組後半ではアニメの最新情報のお知らせもあるので、ぜひ最後までご覧ください。最初のトークテーマはこちら。ここが最高ゲームニーヤオートマタということで、ニーヤオートマタは2017年に発売され、今年10月にはスイッチ版も発売されました。全世界累計出荷ダウンロード販売本数が700万本を突破している人気アクション RPG です。石川さん、花江さん、で私はキャストとして作品に参加したわけですけれども、出演者でありながらこの作品の魅力に取りつかれた一人ということで、だいぶ経ちましたけど発売されて。そうですね、はい、でも最近スイッチ版も発売されて、久しぶりにまた遊んでます私も。ちょっと違いますよね、またね。違いますね。あと結構忘れてるところとかもあったりして、あれどこ行けば出られるんだっけみたいなこととかありながら、はい、何度やってもやっぱり面白いなって思いながら遊んでます。記憶をなくしてやりたいゲームだなって思っているので、まあ、しばらく触れてないので、そろそろ記憶だいぶなくなってきたので、もう一回やろうかな、どうですかね。何度やってもね楽しめるゲームだと思うんですけれども、はい、そしてアニメ制作プロデューサーの藤井さんもこのゲームに魅了されたお一人ということで、はい、このゲーム本当に好きで、これをアニメにしてみたいなと思って、まあ今ここにたどり着いたっていう感じですね。大丈夫ですか、こんなに褒められることないんですけど。そんなことないじゃないですか。こんな褒められないですよ。みんな褒めてますけど。ということで、こんな感じで愛がたっぷりの皆さんなんですけれども、ここで我々キャスト陣と藤井さんがゲームニーヤオートマタへの思いを語りたいということで、フリップにこのポイントをね書いていただくんですけれども、で斉藤さんにはこのゲームプロデューサーとして、はい、このみんなの思いを受け止めていただければと思います。はい、これは大喜利ですか。大喜利じゃない、やめてください。ハードルは上げないでください。じゃあ石川さんいけますか。はい、はい、じゃあお願いします。私はなんか帰りたくなる、なんかこのゲームをやってるとなんかすごい、なぜかわかんないですけど帰りたいって気持ちになるんですよね。それは音楽のおかげなのか世界観なのかわからないんですけれども、私もともとそんなにゲームをめちゃめちゃやるタイプではないんですけれども、ここにも書いたように本当に初心者の方でも全然難しいことはなくて、メインストーリーだけにおいてはもう本当に迷うことなく進めますし、かといって優しすぎるわけでもない、そうそうなんですよ、簡単すぎるわけでもないので、めちゃめちゃいろんな方が楽しんでいただける作品なんじゃないかなって本当にすごい思います。はい、では次花江さん。はい、バン、ゲームならではのやつ。何ですか。どういうことなんですか。いや、なんかそのゲームプレイしてて、まあ、例えばまあ映画見たりとか漫画読んだりとか、いろんなこうエンターテインメントある中で、こうゲームじゃないとこう表現できないような演出だったりとか、感情の届け方みたいなのがやっぱニーヤ結構あるんですよね。その周回要素だったりとか、なんか初めてこうプレイしたところ、もう一回こうプレイした時にまた別の感じ方ができるような、そういうなんか仕掛けがたくさんあって、まあレプリカントからすごくやっぱそういう要素があったんで、そこはやっぱいいなって思いましたけど、ちょっと真面目すぎました。いやいやいや、そうですね。とお尻、はい、なるほどなるほど、とお尻です。お尻ですね、はい、とお尻、まあ、それはそうなんです、お尻です、はい、藤井さんいかがでしょう。僕はちょっとシンプルにストーリーかなというふうに思っております。はい、アニメ作る時にもやっぱりこのストーリーがやっぱり刺さったの で、やっぱり絵とか、まあ、音楽の部分もちろん素晴らしいんです。そこは
実際、まあ、そこで思い描いた時それはやっぱそこをも表現しようというふうに思っていましたし、まあ、その辺が素晴らしい絵だったり音楽っていうのは自分の作品の中でもいろいろと扱っている中でやっぱこのストーリーがずば抜けてこれをやっぱ自分でやりたいなっていうのが思ったんでやっぱ一番最初に、まあ、今回テーマに合うか分かるし最初にやっぱ一番思ったのはここかなというふうに思います。横尾さん大喜びですそして最後に私からなんですけれども、うん、ちょっと今横尾さん大喜びって言った後にあれなんですがこちらやっぱり音楽かなっていうところがすごく多くてですね、その石川さんがおっしゃったみたいにちょっとこうノスタルジックでどこか帰りたくなるような気持ちも呼び起こしてくれる本当にちょっとこう他とは違うあの特徴のある音楽が世界観にすごくマッチしていて、であのアニメもねそのまま音楽岡部さんなので、はい、あのゲームファンも安心して見ていただけると思うんですけれども、これ今日横尾さんがいないのでこれを出せましたけど、はい、あまり音楽って言い過ぎるとね横尾太郎が怒る機嫌が悪くなりますので結構賞も取ってますからね。そうなんですよ、はい、世界で一番その、まあ、権威があるって言ったらあれですけど、まあ、有名な賞レースであのニオトマタの音楽がベストスコア賞っていうのをいただいて、であのシナリオは何もいただけなかった、はい、その音楽ばっかりフィーチャーされるって言って、はいはいね、横尾さんの機嫌がどんどん悪くなっていたんですけれどもいやでも音楽好きな方やっぱ多くて、まあ、それこそあのコンサートとかをずっとやってきてやっぱたくさんの方に聴いていただいてありがたいなと思いますし、はい、あの音楽も一つあの女性のファンが意外とやっぱ多くてゲームって考えるとやっぱ女性のファンの比率が多いなってイメージがあってやっぱその一つの要因としてやっぱりあの音楽は結構あるのかなと、はい、ゲームのなんか好きなシーンとかを伺っていけたらなと思うんですけれども、まあ、たくさんあると思うんであれなんですけどクエストからねたくさん細かいストーリーがあるので、私A エンドの最後はやっぱりあの元々横尾さんとずっと一緒に仕事をしてるんですけど、うん、横尾さんはちょっと破滅的なお話好きなんですけど、うん、私やっぱハッピーエンドが好き でやっぱりもうなんか悲しいなと思った時にあのこれちょっとネタバレになっちゃうのであまり言わない方がいいかもしれないですけど、あの機械生命体の、ね、顔の目が、ね、緑に変わり彼は死んでなかったんだみたいなエンディングっていうのがすごくやっぱり心の中には残ってて、あれで終わればよかったのに。確かにねあれいい終わり方ですよ、あれめちゃめちゃいい終わり方ですよね僕あの 9S って結構その怒るんですけど、まあ、回を重ねるごとに、なんか怒るたびに上から落下するんですよなんであれ落ちるんだろうね。そうなんかずっとね落ち続けててなんかえーてーとか言いながらずっと落ちるから、なんかだんだん面白くなっちゃってまあ頑張ってアフレコした分なんかそれがなんか自分の中で面白いですアニメでもあるんですかね。アニメでもね落ちるかな。あれもっとハードに落ちるんじゃないですか。ティーンか、私あの設定画面最初に設定するいろいろ音声とか設定するとこのあのなんか 9S の声が聞こえてきたりとかちょっと照れてしまったりとかするところがめちゃめちゃキュンキュンしてめっちゃ見てたら後々すごい長い時間が終わらないみたいな。まあでもあれ結構ねいろいろパターン取ったんでね、なんかもうちゃちゃっとこうセッティングされるとちょっとあのそうね寂しくなりますよね。聞いてほしい、うん、ちょっと聞いてほしい時間かけていいからね。そうそうそうそのシーンでいうちょっと僕も思ってたそのシーンでなんかまあルートってもう言っちゃいますけど、まあ B ルートが始まった時に鶴瓶さん聞こえますかっていうあれっていうあの時の、であれってなんか僕もそのさっきのストーリーの話にまあちょっと繋がってくるところもあるんですけど、やっぱ伏線の要素のまあ一つじゃないですか。だからやっぱああいうところに惹かれる部分ってあったかなって思います。2B 視点もあれば9視点もありっていうのはやっぱりなかなかそのゲームじゃないと表現できないところもあったりしますよね。確かに。さっきのゲームの設定画面もやっぱゲームならではの要素があってっていうところですね。ね、まあ、アニメになることでそういう部分をどう表現していくかっていうのも多分ファンの皆さんがすごく楽しみにしてるところだと思うんですけど、さっきのシーンとかで言えばやっぱその、そこって多分皆さん覚えている部分だと思うんで、監督とかもその辺すごい、まあ、ストーリーの部分理解して、監督も結構後になってからプレーをしているのでその辺の反応も全部知った上でやっているところもあるので、まあ、その辺のちょっと反応も取り入れつつどういったところを、まあ、アニメの中でやっぱどうしても尺が限られてるんでやれることに限りはあるんですけど、そうですね、ゲームは結構永遠ね、やれますからね、そうですね、
たくさんありすぎてあれなんですけど、あとまあよくそのプロモーションビデオとかで使ってるシーンではあるんですけど、うん、最初のまあエンゲルスとの戦いが終わり、 9S と 2B がすれ違う時に 2B が拳を握りしめると、 あれって分かってから見るあのシーンと結構やっぱ違いがあるんで、そういうののなんて言うんだろうな、あの切なさみたいなところが結構散りばめられてるんで、そういうシーンはやっぱり記憶には残りますよね。確かに。続いてのテーマはこちらです。どうなるアニメニーアオートマタバージョン 1.1A ということで、ここからはアニメニーアオートマタバージョン 1.1A についてお話ししていきたいと思います。斉藤さん、改めてになりますけれども、はい、アニメのタイトルにバージョン 1.1A ってついてるっていうことは、まああれなんですよね、今までゲームから生まれた作品っていくつか実はあって、まあ、その中に舞台だったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そこでも若干本編と違いますっていうところをそのバージョン表記として表していて、なので今回もそのアニメスタッフがめちゃめちゃ原作大事にしてくれるんですよ。でも横尾太郎はそういう大事にされると壊したくなる衝動に駆られるんなのですが、まあいろいろそのシナリオをずっとやっぱり時間かけて作っていく過程の中で、いい形に原作をちゃんと愛してくださっている方々のあの思いを受けて落とし込めたっていうのがやっぱりバージョン 1.1A という形にタイトルになっていると思っていただくのがいいかなと思います。でそんなアニメーションなんですけれども、最初にこれまで発表されているアニメビジュアルを改めて見てみようと思います。こちらです。ということで、まあ、7つですね、まあ、発表されてます、まあ、最初から順番に 2B、 それから 9S でバンカーのメンバー、それからパスカルで、アダムとイブの兄弟、それからこれアニメならではなんですけども、リリー、舞台で、ね、出てたキャラなんですけれども、そ、ね、はい、そして A2 ということで、今までこの7つのビジュアルが発表されています。ゲームとの対比がいいなと思ってて、ゲームって比較的黒と白みたいなものが基調になって、ゲーム全体見ても若干その、色の使い方ってやっぱり人間ならでは感があるんですけど、やっぱこのアニメの絵になってめちゃめちゃそのギャップが私はいいなと思っていて、まあ、確かに白黒ってイメージですもんね、はい、そうですよね。なんか石川さんが絶対に白黒の服着てくるんですよアフレコで、そうそうそう、で、まあ、1話は僕もちょっと黒系着てって、はい、でもだんだんパターンがなくなってきて、ちょっと色が入った時、はい、もうずっと白黒で、はい、なんかごめんなさいっていう気持ちで、いやでも私も毎回ちょっと、うん、黒着なきゃまずい、みんな着てくるのかなみたいな気持ち でもバリエーションが徐々になくなってます、ね、てて実際のスタッフさんがでも常に黒ですって方もいたりするので、確かにね、それもでも愛ですよね。そう、本当にだから制作側にすごく愛がある、あのアニメなんですけれども、あのゲームの方はですね、フルムービーが存在する原作だと思うんですけれど、藤井さんはあの増山監督はじめのアニメスタッフ陣と、もうこのゲームをアニメのビジュアルとか映像に落とし込んでいくにあたって、どういったことを意識されたのかっていうのをちょっとお伺いしたくてですね、その僕らアニメ作るときって漫画原作だったり小説原作、やっぱりこのコンシューマーゲームで本当にムービーがある作品をやるっていうのを、やっぱ完成形がもう見えちゃってるっていうところなんですよね。そこがめちゃくちゃ難しくて、やっぱそこに答えがあるんで、やっぱそれを期待している人が多いと思うので、そこを表現しようっていうのが まず一つと、かといってゲームならではっていう部分ってアニメでもちろんできなかったりするので、あと逆にやっぱアニメならではの部分出していかないと、本当に同じことやっててもまあ面白くないですし、あえて差を作るというか、をちゃんと考えながら切り分けて作ってる感じですかね。思ったのは、なんかそのゲームの時はこうフィールドを動きながらこう声だけで会話のシーンがあったじゃないですか、そこがアニメになって結構その映像がつくことで、 9S 意外とめちゃめちゃ動きながら喋ってるなとか、すごいなんか表情が分かって、それなんかまたゲームよりもちょっとなんか表現が変わったというか、なんか同じセリフなんだけど、あ、アニメの場合はこういう表情なんだ、ゲームでは映ってなかった、なんかそういうのがやってて面白いなって。あ、そうですね、実際その、ね、移動シーンなんかも、まあ、ゲームだと、ね、敵倒しながら移動していくってところ、アニメでそんな敵倒しながらずっと移動してるわけにもいかないんで、
うん、でそこってじゃあ会話でこうやれるシーンだったりとか、この辺はちょっと違いはどうしても出てしまうところかなというところで、うん、まあ、そこをなんか面白く捉えていただけるっていうのはすごいありがたいことかなと思います、うん。なんかこう資料をお持ちいただいたりしてたみたいなんですけど、見せていただいたりできますか。はい、そうですね、これ 2D の、作画用の設定なんですけども、まあ正直まあこの後の方のキャラクターとかにまあ違いがあるので 2D ってまあ実際そこまでちょっとこれで見て分かるかっていうのは難しいところなんですけど、全部をやっぱり線を表現することはできないので、そのもう本当に作画量が死んでしまうので、あのやっぱここは残そうとか、でじゃあ実際スカートなくしたらどうなるとか、その辺を設定をしてないと、まあ、さっきのゲームのあの話じゃないですけど、その辺で動いたらどうなるかってやっぱ作画で設定しておかないと描けなくなっちゃうので、その辺を描いて、で表情とかです。この辺になるとやっぱりもちろんゲームとはちょっと違う部分とか、まあ、それこそキャラクターデザインの中井さんの特徴であったりとかっていうところが出てくるのかなと。で作画で実際書き込むとこうなりますよ。でゲームだと別にここまでなんか、そうですね、あのイベントシーンとかで寄りとかがあれば当然こういう設定ってあるんですけど、まあ、最初にモデリングしてその範囲内でしか動かせないのが基本的にはゲームなので、あの、まあ、極端な表現とかってやることもできるんですけど、作ろうと思えば。ただやっぱりアニメの方が自由度は高いでしょうね、こういった部分に関して言うと。ゲームってどうしても操作してる時って背中見てることがやっぱ多くて、あのやっぱりアニメってそういうし、あえて見せる背中のシーンはあるかもしれないけど、そんなシーンほぼないじゃないですか。でやっぱりどうしてもキャラクターを中心に置いたし、やっぱりあのカットが多いと思うので、そこは羨ましいですよね。ゲームだとどうしても移動してる時は背中を見ることになっちゃうので、まあ、この辺は全部横尾さんも、私も含めて横尾さんも全部監修させていただいているので、いろんな表現認めていただいてやってるかな、うんうんうん、ここにあまり違いを出そうとしてるわけではないので、うんうん、原作に忠実に、でもまあ作画としてどうするかっていうところぐらいの調整かなとはもちろん思うんですけど、アップ時はここまで書き込みますみたいな設定とかを作ったりして、かっこいい、で 9S も、ゲームだと 3Dなので、はい、そのまあ立体じゃないですけど 3D のものをさらに 2D に落とし込むっていうのはまたちょっと違った作業だと思うので、そこって不思議なんです。なんか多分顔のところに関しては情報量はもちろん作画の方が上がっちゃってますね。うん、そうですね。 9S とかマスク外してこうにこやかにしてる姿ってこうある意味ちょっと違和感があるというか、うん、あんま外さないです。外してる時もう相当やばい状態です。この設定あるけどこの表情使わねえんじゃねえかっていう感じはしてきますけどね。結構豊かな、うん、そうですね。一応まあこの辺はもうパターンとして作っておいて、まあ使うかどうかっていうところですね。でその違いの話でいうと、今回のアニメ化に関してそのスクエアエニックスさんからゲームの CG データを全部お借りできてるんです、はい、これなかなかないと思うんですけど、あ、そうなんですか。多分もう私たちはもうどうぞどうぞお使いくださいっていう そうなんですよ。どうぞどうぞって、あ、いいんですかみたいな感じでお借りして、その 3D が元からある状態でスタートできてるっていうのはすごく大きくて、まあ、それを利用したなんか作画方法みたいなところもやったりしてるんですけど、例えばこの機械生命体の小型探測とか今出てますけど、これがゲームのそのままのキャプチャーしたやつを出してるやつで、まあ、原作って書いてますけど、これをそのまま置くわけにはいかないので、なんでかっていうと 2B とか 9S と絡むので多分作画にせざるを得ないんですよ。なるほど。 3D と作画を並べちゃうとすごい大変なことになる場合があるので、まあ、作画するのも大変ではあるんですが、じゃあ作画用の設定を起こそうって言って小型探索ちゃんが一応出来上がっております。可愛いですね、これすごい可愛いです。可愛い、ね、でもちろん動きも作んなきゃいけないので、作画の動きの参考を作って、まあ、こういったまあ、どうやった動きをまあするかみたいなところも全部作らないと、全部書きで表現していかなきゃいけないので、うん、なるほどなるほど。ということで、まあ、作画関係のお話をいただいたんですけれども、まあ、今アフレコも進んでおりまして、まあ、ちょっとアフレコの方でもアニメならではだなって感じることが結構あると思うんですけれども、
まずあのリリーが出てくるっていうところが、うん、我々もとてもびっくりして、うんうんうん、ゲームでは出なかったですよね。そうです、あの舞台ヨルハという中にレジスタンスの一人としていたんですけど、うんうん、そのリリーがどういう、ねうん、動きをするのか見たいですね。なんか種崎さんが初めてやっぱ参加して、はい、もうこれだけ、ね、もう何年も経ってる作品に途中で参加するのを恐れてました。私もお会いしてすごく緊張されてて、ちょストーリー説明するにも結構複雑だから、ちょっと、ね、難しいから、そうです、分からないことだらけですみたいな感じで大変だと思うんですけど、でもとってもぴったりなので、うん、レジスタンス側を結構ちょっと掘り下げてるというか、うん、ちょっとゲームよりもまたキャラクターが、うん、見えてくる部分がありますね。そうかもしれないですね、うん、やっぱりゲームやってると、まあ、プレイヤーキャラクターにがどうしても中心になるんですけど、うん、アニメはまあその辺の視点だったりとか、うんまあ、主人公というかメインのキャラクターをいろいろといじれるので、うん、そういう意味ではレジスタンス側の掘り下げみたいなのありますよね。やっぱ 2B と 9S のやり取りがゲームにはないところがちょっと生まれたりとかしてて、そこにほっこりしたりとかもしてるんですけど、うん、かわいいなみたいな部分も多くて、逆になんかあの、うん、ゲームもフルボイスではないので、うん、あの声がついてなかったところを今回セリフであったりしてあ言っちゃったみたいな気持ちになったりもしましたね。やっぱその作られてる方も作品のファンだからっていう部分がすごく出てて、演じていてもやっぱりあこれはやっぱファンが作ったものだなっていうのも感じたりとかして、すごい収録の時もあの監督がすごく細かく指示してくださって、もうちょっととかポットの声もキーがあるんですけど、私の中でそれをあのアニメで初めてお会いしたのにちょっと高いみたいなことを言ってくださって確かにみたいな、すごく細かく丁寧に作ってるなって印象がありますね。私はやっぱ収録って、まあ、皆さんの方がより感じてると思うんですけど、ゲームって単発で人ごとに通るじゃないですか、うんうん、で私も遥か昔に鋼の錬金術師のアフレコの現場にちょっと仕事絡みで行ってたことがあって、その時に初めてゲームと違うんだっていうのを認識したぐらいで、で今回当たり前ですけどニーヤの世界でアニメの収録をしてるからやりやすいだろうなと思いながら見てました。まあでも掛け合いできる分やりやすいですけど、あのセリフが結構難しいんでゲームだと一人でねもう何回噛んでも別に確かにけどみんな噛まないから、うん、噛めないんですよみんなでも同じ多分噛めないと思うから頑張ってます皆さんめちゃくちゃ収録スムーズですよね。やっぱいやもう2人はさすがって感じですね。もうキャラクターが入り込んでるので体に、まあまあ長いセリフでまあまあわけのわかんない単語の羅列そうなんですよね。まあでも楽しいですけどね、やっぱり、うん、こう朗読劇以外でね、うん、こう一緒にできるって確かに、うん、役得ですけど本当にアフレコ聞いてすごい感動しました。あそこにいるみたいな感じで、まあ、それでそんな感じでちょっとシナリオの方もちょっとオリジナル要素が入ってきたりっていうことなんですけど、あのシナリオの制作の方で斉藤さんと藤井さんも参加されてたそうなんですけど、はい、横尾さんとか増山監督とはどういったやり取りが。週一毎週打ち合わせで、うんまあ、長い時は3時間ぐらい本読みながら話調整したりとかっていうのを延々やって今に至るぐらいです、うん、だから本当に一言一句あの みんなで見返しながら、うん、あのこういう言い回しがいいんじゃないかとか、このシーンはこういう意味がありますみたいなのを横尾さんから話してもらったりとかっていうことを、一回作ってるお話のはずなのに延々それをもう一回分解してすごいな。だからやっぱり横尾さんの中では初めにあのやっぱりゲームとして作ったシナリオだからやっぱアニメには向かないみたいなやっぱりところがやっぱあったんですけど、あのそれであのもっとガラッと変えたいなっていう話が一回あったんだけど、やっぱりあのニーヤ・オートマタが好きな人たちってやっぱ原作をめちゃめちゃ好きでいてくれてる人たちも多いので、それをやっぱり上手にアニメとして消化できる形がやっぱりいいでしょうということを、あのそれこそあの藤井さん含めてアニプレックスのプロデューサーも含めて言っていただいたので、であればそこをちょっと真剣にやろうぜっていうことで結構長い時間をかけて一つ一つ分解しながら、ゲームのあのストーリーを分解しながら詰めていくっていう作業を永遠やったって感じです。だから安心してほしいのは別にあの原作があって全然違う話ですっていうことではないってことだけはちゃんと言い切れるので、うん、そこはぜひ楽しみにしてもらいたいですね、うんうん、
藤井さん、何でも今作の制作にあたって武器を作ったということを伺ってるんですけど、はいはい、この増山さんが、もうダダをこねて、作りたい、作ってくれなきゃやだっつって、こうわがままを言った結果、アニプレックスからアニプレックスサバサバから作っていいよ、しょうがないなって言われて、作っていいですかって急に聞かれて何をするんだろうと思って何とも言えないしなと思って、お伺いをねもちろん立てて作りたいんですけどって言って、作画の参考としてやっぱりあの件結構難しいんですよね、なんでそれをやっぱり実際会って、持ってみたりとか、アニメーターが持ってみたりとかするといいんじゃないかって、一応監督がこう気を利かせてじゃないですけど、思いついて、作らせていただいたレプリカがございます。うわすごい、本格的、大きい、すごい長い、いこっちで大きいって言ってたらすごい、ヒーローの契約、契約と約定、契約約定、こちらなんですけれどもちょっと実物大ということですか。実物大です。こんなに大きかった持ってるんだ、身長より高いです、あれ舞台で持ってたやつよりでかいってことですか。どうだろう、でも多分確かに契約だとこっちで、ちょっともしかしたら舞台用に短くしてたかもしれないですね、振り回すので本当に縦やってたからね、迫力ありますね。これなんか直接持っても大丈夫ということで、そうです、さっきも言ったようにアニメーターとか僕らも散々持って回ってる散々持って、ちょっと石川さん直接、ね、持ってもらって、はい、どっちどっちにしますか。こっちの方がいいんじゃない。鼻をぶつけて、そうですね、折ってしまいそう。ああ軽い、軽いです、思った方より、あすごい、あでも大きいですね、長い、そう舞台の時とどっと舞台の時と様になってる、舞台よりは長い、長いですね、長くてちょっと舞台軽くしてもらってたので、ずっしりとしてますね、かっこいい、かっこいい、じゃあ今日お持ち帰りいただいていいですか。花井さんもよかったら、はい、ぜひ、はい、じゃあすみません、じゃあ大きい方うわー、あ本当だ、ちょっとずっしり、そっちやね、持てないですよね、長い、本当に すごいわ、すごいわ、金井君欲しいでしょ、ちょっとこれ欲しいっすねうわーこれ玄関玄関の前とかに飾っときたいな、うわーかっこいい、これ届いた時は入らない最初その相談した時に A1 からっていうのも言わなかったので、そういったなんか普通ファンが育っていう感じ、それでお断りしてるんですって言ったら本物やんみたいな感じになるんですよ、ちゃんと許可もらってますみたいな話で、話が通り、いやもうぜひ作らせてくださいって言って、いつかなんかイベントとかで展示とかされたら、ファンの方もすごく嬉しいと思うんですけど、そんな機会があればいいなという感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ここから最新情報のお知らせです。まずは新しいプロモーション映像を見ていただきましょう。西暦5012年、機械生命体によって人類文明は壊滅。敵拠点の防衛システム解除はこれでよしと。敵反応多数確認。見ればわかるよ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。我々は人類のために戦っているのだ。さてと、お仕事頑張りますか。 9S の声って何か安心する。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。月面の連中は威勢のいいことを言ってるが、何百年と地上で戦う私たちレジスタンスには銃一つよこさない。これが目標超大型兵器。ここで破壊する。許せない。ここは僕に任せてください。ハッキング。私はまだ戦ってるよ。こんな地下空間があったなんて。ここで一体何が。辛い心なんかない。ただ
人間の言葉を真似しているだけだ。アンド・ロイド・トゥビー、あいつ進化してる。全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に我々は囚われ続けている。機械生命体は殺す。いい加減壊れろ。2023年1月より各局ご覧の日時でスタートいたします。でそして日本国内での配信情報はこちらになります。さらに海外の配信情報はこちら。というわけであっという間にお別れの時間となりました。藤井さん、改めてアニメ制作への意気込みをいただけますでしょうか。アニメの方を頑張って、制作しておりますが、見ている中で絶対面白い部分であったりだとか、まあ、初めて見る方でもこう何度も見返してみたくなるような作品になっていると思いますし、もちろんゲームやっている方も、あ、こういった表現してくれるんだっていうところを、まあ、面白い部分どんどん作っていっておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて斉藤さん、ご覧いただいた皆さんに一言お願いします。はい、ニーアオトマタは冒頭でお話しさせていただいた、そのもう700万本ということで、まあ、世界にたくさんのファンの方がいらっしゃるタイトルに本当に愛されてなったわけですけれども、5年経つんですが、最近ニーアのそのスイッチ版が出まして、まあ、最近ファンになった方も多分いらっしゃると思うので、まあ、ずっと好きでいてくださってる方も、最近ファンになってくださってる方も、あとこのアニメで初めてニーアの世界に触れる方も多分たくさんいらっしゃると思うので、どの人にも楽しんでもらえるアニメになるんだろうなというふうに私は思ってますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただければなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では私からも皆様にご挨拶させていただきたいんですけれども、もうあと1ヶ月でいよいよ放映ということで、我々もまだまだ収録進んでるんですけれども、脚本が来るたびにびっくりしながら喜びながら演じているんですけれども、キャスト陣それからスタッフ陣にもすごくファンの多い作品なので、皆さんと同じ気持ちで放映を楽しみにしております。ぜひぜひ見てください。そして最後はメインキャストのお二人よりファンに向けて一言ずついただきたいと思います。まずは花井さんからお願いします。はい、本日はご視聴ありがとうございました。久々にですね、ナインエースをこう演じることができてまず嬉しかったですし、こうゲームとね、同じセリフも言えたりとかして、まあ、それはそれでちょっと再現しなきゃなってい こうプレッシャーもあったんですけど、でもなんかまたこうニーヤの、物語をこう演じることができて嬉しいなっていうふうに思いましたし、アニメならではのこう 9S の表情だったり、なんかこんな表現もあるんだなっていうところで、まあ、アニメでまた新しくこう発見できたっていうところもあるので、ぜひ、アニメで楽しんでいただければなっていうふうに思いますし、ゲームね、まだプレイしてらっしゃらない方はアニメを機にこうプレイしていただいたりとかね、これからまあもう先に予習してアニメを楽しんだりとか、いろいろ楽しみ方あると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして最後に石川さんお願いします。はい、本日はご視聴いただきありがとうございます。私もまさかアニメ化すると思っておらず、こう最初に聞いた時は本当にするのみたいな驚愕な気持ちだったんですけれども、こう嬉しい反面、どうなるんだろうというドキドキした気持ちがずっとあって、でも、それからアフレコがどんどん進んでいって、そして今日こういう配信なんかもあったりして、こうどんどん本当に愛にあふれた人たちが、ニーア愛にあふれた人たちがこの作品に愛を込めて、皆さんに楽しんでいただこうという気持ちのいっぱい詰まったものを作ろうという気持ちをどんどん感じて、もうなんかこの皆さんと一緒ならきっと素晴らしいものになるんじゃないかなと思いながらアフレコも頑張っております。アニメ化することによってきっとニーアを改めて知ってくださる方も増えるでしょうし、今まで知ってくださっていた方も新しく見てくださる方も、楽しんでいただける、そしてたくさんの驚きが詰まった、作品になっていると思います。これからどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでテレビアニメニーアオートマタバージョン 1.1 へは
2023年1月より放送開始となります。ぜひ皆さんお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。